お世話になっております、マサルです。今回はノーハップコマンドとスクリーンコマンドについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。リモートの Linux サーバーに SSH でログインして作業をしています。プログラム、例えばアップデート DB コマンドを実行している途中でログアウトする必要があります。この時ログアウトしても処理を止めないようにしたい場合、どのようにコマンドを実行すれば良いでしょうか。1番アップデート DB、 2番アップデート DB& 3番ノーハップアップデート DB、 4番ノーハップアップデート DB& どれが正解でしょうか。それでは正解はこちらです。正解は4番ノーハップアップデート DB& ですね。正解できましたか。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは最初にノーハップについて勉強していきます。ノーハップはノーハングアップの略です。ハングアップとはプロセスが応答しなくなる状態のことを言います。つまりノーハップはハングアップしないように処理してくださいというコマンドです。具体的な例を挙げて説明します。まずクライアントが SSH を使ってサーバーに接続しています。接続した状態で何か処理に時間がかかるコマンドを実行します。今回は例としてクライアントがアップデート DB コマンドを実行しています。その後にログアウトします。するとサーバーはクライアントがいなくなったので、クライアントから指示されたアップデート DB のコマンドの処理を止めてしまいます。この場合もう一度クライアントが接続してきた場合、処理ができていないことになります。そうなると処理をしている間ずっと SSH で接続をし続けなければいけませんよね。もし長時間かかる処理の場合、クライアントはずっと接続しないといけないので問題があります。この問題を解決するのがノーハップコマンドです。ノーハップコマンドを使う例をお話します。実行したいコマンドの前にノーハップをつけて、最後に&をつけることでこの処理をバックグラウンドで実行させます。ノーハップをつけることでクライアントがログアウトしても処理を実行する状態になっています。この状態でクライアントがログアウトすると、サーバーはノーハップの指示に従って処理を続けます。なのでクライアントが再度接続してきた時に処理が終わっているということになります。ノーハップでコマンドを実行すればログアウトしても処理を実行し続けてくれるので便利ですよね。ここで補足です。私が検証してみた結果、ノーハップをつけない状態でログアウトをしたとしても処理を続けてくれる場合がありました。なので環境によってはノーハップを利用しなくてもログアウトした状態で実行し続けてくれる場合もあるようです。これは試験では問われないと思いますが、念のため補足しておきます。では次にスクリーンコマンドについて一緒に勉強していきます。問題です。 Linux のスクリーンコマンドについて正しい説明をすべて選んでください。 1. ログアウトしても実行中のプログラムを止めずに続けることができる。 2. 1つの画面の中でいくつもの仮想端末を作って切り替えながら作業ができる。 3. 1度閉じたスクリーンセッションには後から再び接続できる。今回は正しい説明をすべて選んでもらう問題です。どれが正解なのか考えてみてください。正解はこちらです。すべて正しいですね。ちょっと引っ掛けっぽかったですが、皆さん正解できましたか。ではスクリーンコマンドについて説明していきます。スクリーンコマンドというのは別のスクリーンを起動するコマンドです。別スクリーンの処理はスクリーンを終了しない限り継続されます。このスクリーンコマンドも先ほどのノーハップコマンドと同じようにログアウトしても処理を実行することができます。具体例をお話しします。まずはクライアントが SSH 接続をします。すると黒い画面ターミナルが表示されますよね。この状態でスクリーンコマンドを実行します。すると別のターミナルが起動するイメージです。
この別のターミナルがスクリーンコマンドでいうところの別スクリーンということになります。起動させた別スクリーンで何かしらの時間がかかる処理を実行して元のターミナルに戻ってログアウトしたとします。するとサーバー的には別スクリーンの処理をそのまま継続して実行します。なのでクライアントが再度接続をして別スクリーンを指定すればその処理を実行しているターミナルに接続できるということになります。スクリーンコマンドもとっても便利ですよね。ここで少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。一人で勉強するのが大変という方はメンバーシップからオンラインコミュニティで一緒に参加して勉強しましょう。ご参加お待ちしています。それでは今回の復習やっていきましょう。まずはノーハップコマンドに関する問題です。リモートの Linux サーバーに SSH でログインして作業しています。プログラム、例えばアップデート DB を実行している途中でログアウトする必要があります。この時ログアウトしても処理を止めないようにしたい場合、どのようにコマンドを実行すればよいでしょうか。1番アップデート DB、 2番アップデート DB& 3番ノーハップアップデート DB、 4番ノーハップアップデート DB& どれが正解でしょうか。正解はこちら、4番のノーハップアップデート DB& ですよね。通常クライアントが実行したコマンドはクライアントがいなくなってしまうと処理を止められてしまいます。こうなると再度接続した時に処理が止まってしまうので、ノーハップをつけてバックグラウンドでその処理を実行させます。そうするとクライアントがログアウトした後も処理を続けてくれます。再度接続した時に処理が終わっているということですね。次の問題、 Linux のスクリーンコマンドについて正しい説明をすべて選んでください。1、ログアウトしても実行中のプログラムを止めずに続けることができる。2、一つの画面の中でいくつもの仮想端末を作って切り替えながら作業できる。3、一度閉じたスクリーンセッションには後から再び接続できる。どれが正解でしょうか。正しい説明をすべて選んでください。正解はこちら、 1,2,3 すべて正しいが正解です。スクリーンコマンドもノーハップと同じようにログアウトをしたとしても処理を実行することができます。スクリーンコマンドを使うことによって別のスクリーンを立ち上げてこちらのスクリーンでコマンドを実行させます。別スクリーンの処理はスクリーンを終了しない限り継続されるので、たとえログアウトしたとしても処理を継続させることができます。スクリーンコマンドもとても便利ですよね。ということで今回の問題は以上です。お疲れ様でした。最後にお知らせです。私が書いた Linux 1冊目の教科書が Linux レベル1学習補助教材に認定されました。皆さんの学習に役立ててください。購入リンクは概要欄をご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。